は俺たちのことを捨てたんだ。あの日先生は途中でいなくなりましたね。どこに行ってたんですか？ゆかさん、直人は先生のことを母親のように思ってましたからね。私のせいなんです。先生の悪い噂村中にばらまいたの。先生は島にいられなくなった。ナルト待てよ。ずっと苦しんでたんですね。そんなことを思わせてごめんなさい。人を死ぬほど好きになってそれが何だったのか初めて分かった。もう一度分校のみんなと歌いたかった。北のカナリアたち。